株式会社学生援護会はかつて存在した日本の出版社である株式会社インテリジェンスに吸収合併された。1956年に東京都区段で地方から上京した学生の生活支援を行うことを目的とした団体として設立され、1958年に機関新聞学生タイムズを創刊した。その後1967年に 日本で初めてのアルバイト情報誌、アルバイトニュース速報を創刊する。その後、全国展開し、就職情報誌も発行、付随する業務を拡大した。特に1980年代には、牛の吉田くんを CM に起用したことや、1990年には、シーナザ・ロケッツが職業選択の自由と歌う、憲法第22条の歌の、 テレビ CM でも話題になった。しかし、ウェブサイトやフリーペーパーの普及で優勝雑誌の売れ行きが加工気味となったことから2005年9月、経営環境の変化に対応して事業拡大するため、赤峰の利彦代表取締役社長ら経営陣がアメリカ合衆国の投資ファンド会社カーライルグループと共同して運動を実施し、 カーライルグループが学生援護会とグループ企業16社の株式を全部買い取った。ウボ実施の当初は2007年秋に株式上場する計画であったが2006年3月15日に総合人材サービス会社の株式会社インテリジェンスとの合併を決定。まず3月31日に学生援護会の発行済み株式40.1%を優先が取得した。 インテリジェンス創業者で会長の宇野康秀は優先の現社長である。7月1日にインテリジェンスと合併の上優先のグループ会社になった。九州合併後、学生援護会の本社であったビルはローンスター系の投資会社を経て2009年8月に学校法人中央大学に譲渡され、現在は同大学士が矢田町キャンパスとして使用されている。 ありがとうございます。